まあ死んだですね、うちの祖父に言われました。積んどくはするなと。皆さんこんにちは、出直し看護塾の青柳です。今日はですね、洞察本診療文庫で大絶賛販売中という話をですね、していきたいと思うんですが、まあ、この洞察本、2018年のですね、まあ、1月、まあ、あるいは2017年の12月あたりにですね、まあ、売り出したんですけれども、おかげさまでですね、なんと2万8000冊も売れました。本当にありがとうございます。セミナーがね、今できない状態でこの本が売れてくれているってことはですね、まあ、こう会社を支えていく上で非常に大きな力になっております。本当にね、まあ、この本作ってよかったなというふうに思っておりますし、まあ、多くの方にですね、まあ、使っていただいているかと思っております。まあ、Amazon でもですね、まあ、ずっと売れているんですけれども、まあ、なぜこの本がですね、まあ、こんなに売れているのかということなんですが、まあ、僕はですね、ちゃんと理由があると思っています。まあ、それはですね、この本を売り出して、でまあ、最初はもともと出直し看護塾とかに、ね、まあ、来ていただいた方がですね、まあ、買ってくれたのかと思いますけれども、まあ、一旦こう売り上げがこう少し下がったところでですね、まあ、YouTube でこの本のこう解説を始めたんですね。でまあ、本を買ってもですね、まあ、読まないことが結構多いんじゃないかと思います。まあ、真面目な皆さんは分かりませんけれども、僕はですね、本を買って、まあ、読んでいないものがですね、たくさん置いてあります。まあ、死んだですね、うちの祖父に言われました。積んどくはするなというふうに言われましたけれども、まあ、まさしくですね、そういう状態にこうなっていて、でもね、興味があるから本を買ったわけですよね。で本を買ったらそれをこう 100% こう使い倒したいと、そのためにはどうすればいいかと思ってですね、あ、そうだと、 YouTube で解説すればいいんだとこういうふうに今考えて、で、まあ、全部で310回かけてですね、この解説をしております。この解説をしてですね、その後売上がぐーんとこう伸びていったんですけれども、またですね、まあ、ちょっと売上が下がったタイミングがあったんですが、まあ、そこでですね、まあ、310回の解説が終わったタイミングで、まあ、付録としてですね、まあ、こういったものをこうつけたんですね。でこの付録はどういうものかというとですね、310回のこう視聴カード、まあ、簡単に言うとですね、これは小学校の頃のラジオ体操、まあ、最近の若い人はね、まあ、やらないのかなという気もしますけれども、僕らが小学校の頃は夏休みにですね、ラジオ体操に行くとですね、ここにこうハンコをこう押してもらえたんですね。そういうことをしていたので、まあ、正直310回もあるとですね、どこまで見たのかよく分からなくなってしまうというところがありますので、こう見たらですね、こうチェックすると、まあ、こういうですね、付録をつけたあたりも、ちょっとこう売り上げが伸びている、まあ、その一つの要因かなという気もしています。さすがにね、310回きちんと見ると当然ですね、実力もついてくるというところもありまして、まあ、この本を活用してオンラインサロンをやっているというところも、まあ、あるんですけれども、実際にこれはサロンのメンバーからですね、まあ、いただいたものなんですけれども、まあ、これすごいですよね。まあ、視聴管理シート、まあ、これは洞察本耐久マラソンというふうに書いてありますけれども、まあ、この活用してくれたですね、まあ、サロンのメンバーはですね、まあ、いろいろこう書いてありますよね。まあ、焦るな、急ぐな、グラグラするな、ね、バカにされようと笑われようと気にしない、忘れないかな、まあ、自分の道をまっすぐ行こう、時間をかけて歩いて行こうということで、まあ、すごいね、やはり頑張っていると、まあ、それはね、310回もあったらですね、途中で疲れてしまうということもあると思いますけれども、まあ、活用してくれてね、まあ、本もそうですけれども、まあ、この視聴管理シートを、ね、使ってくれたっていうのが、まあ、個人的には非常にこう嬉しいというところがありますが、まあ、サロンでですね、いつもこうコミュニケーションを取っているところもありますけど、まあ、はっきり言ってですね、ものすごいですね、能力としては上がってきているかと思います。なので、まあ、これ僕すごくまあ反省しているところなんですけれども、今まで出直し看護塾のセミナーにですね、まあ9万人以上の方がこう来てくれたんですが、ね、こう一方向でこう喋りっぱなしっていうのはやっぱり良くなかったかなとこういうふうにこう反省しておりまして、これだけですね、本をまあ臨床でもこう使い倒すと、で動画もしっかり見ると、そしてその知識がまあ合っているかどうかということをですね、まあ、僕だけではなくてサロンのメンバーみんなでですね、こう意見交換をすると、まあ、そういう形で、まあ洞察本を使いこなしていくとですね、やっぱり実力は上がっていくのかなとこういうふうにまあ感じております。
で、この本がですね、まあ、たくさん売れているということの、まあ、一つの要因に忘れてはいけないのはですね、この強力に販売をサポートしてくれた本屋さんがあるんですね。基本的には Amazon でしか売ってないんですけれども、いくつかの本屋さんがですね、少しこう取り扱ってくれています。まあ、おそらく、まあ、僕の会社とこう付き合うのはですね、代理店を通していないので、まあ、本屋さんからすると少し面倒くさいんですよ。ですから、まあ、そんなにですね、取引っていうのは多くないんですけれども、まあ、関西ではおなじみなんでしょうかね、新良文庫さんという本屋さんがあるんですが、この本屋さんがですね、過去に2万8000冊売れたという話をしましたけれども、そのうち4500冊くらいはですね、新良文庫さんが売ってくれています。もう大変ありがとうございますと。やっぱりですね、現場で売ってくれると、まあ、どのように本を売っているのかということはまあちょっとよくわからないんですけれども、まあ、おそらく病院さんを回ってくれたり、あるいはまあ学会でこう並べてくれたりですね、まあ、そういった努力をしてくれているのかなという気がしますが、まあ、僕は関東なので、ちょっと新良文庫さんというのはですね、ちょっとまあ馴染みがないというか、まあ、よくわからないというのがまあ実情なんですけれども、以前四国の病院で働いていた時にですね、まあ、新良文庫知ってるよというふうに言っていて、まあ、関西の病院で働いていた時に、まあ、よく行ってたよということも言っていまして、まあ、関西でおなじみの本屋さんなのかなという気がします。まあね、同冊本を4500冊もまあ売ってくれるわけですから、まあね、すごいまあ大手さんなのかもしれませんけれども、現在ですね、2021年度もまたキャンペーンを行っております。今新良文庫にですね、500冊近くをですね、今納品させていただきましたので、まあ、ちょっとこう、まあ、完全なるイメージですけれども、まあ、こんな感じでこう積み上げてくれてるのかなと。まあ、それはないですかね、まあ、それの本屋さんに積み上げているっていうことは、まあ、ないかなとこういう感じがしますけれども、まあ、病院とか、まあ、学会とか、まあ、今は学会はどうなんですかね、あまりやってないのかもしれませんが、まあ、病院とかにこうキャンペーンとかで、まあ、もしかするとこの洞察本がね、こう回ってるかもしれませんから、あ、これ YouTube で言っていたやつかというふうに今見ていただいて、で、新良文庫さんで買っていただいた時にもですね、当然このカードはこうついておりますので、ぜひぜひご活用いただければというふうに思っております。まあ、少しこう縁があるのかなっていうふうに思うのは、京都の看護協会でですね、毎年セミナーをやらせてもらってますけども、京都の看護協会と京都の新良文庫さんが近いんですよね。ですので、ちょっと一度ご挨拶に行かせていただいたことがあります。あとはセミナーで、毎年ね、L 大阪でやっていた頃がもう懐かしいですけれども、 L 大阪で、ね、セミナーをやっていた時にもですね、新良文庫の大阪支店かな、もう近いところにあったんですね。ですから、一度ご挨拶に行かせていただいたことがありました。神戸の本社はね、ちょっと行ったことがないんですけれども、まあ、新良文庫さん、特にね、関西地方の方、あるいは九州の新良文庫もあるようで、そこにもですね、納品しておりますので、まあ、西のね、方、西日本の方は、まあ、おなじみの本屋さんかと思いますし、東日本の方は、まあ、Amazon で買っていただければというふうに思っております。東京の方はですね、東京の新宿の、紀伊国屋本店で、まあ、あそこもですね、大量ではないんですけど、多分病院もさすがに回ってないと思うんですけれども、まあ、規模が、ね、大きいということもあって、紀伊国屋本店でもですね、まあ、月に、まあ、20冊くらいは納品しておりますので、ぜひぜひお近くにおりの際はご覧いただければと思います。というわけで、まあ、今後ですね、洞察本と YouTube をご活用いただければと思います。では皆さん、さようなら。